上洋カントリークラブは、京都府上洋市寺田奥山に広がるゴルフ場である。上洋カントリークラブは、1958年9月11日、新たなゴルフ場建設に向け、母体会社、日本観光ゴルフ株式会社を設立、社長には、戦前の大阪ゴルフクラブ会場以来、関西の多くのゴルフ場の創建に関わった寺田仁吉が就任した。 建設用地は、久世郡常用町和座寺田奥山を買収、旧陸郡長池演習場に続く傾斜地である。寺田が目指したのは、広野ゴルフクラブであり、名門ゴルフ場としてスタートした。コース設計は佐藤義一に依頼した。クラブハウスの設計は、広野ゴルフクラブのクラブハウスを設計した渡辺節に依頼した。1958年9月26日、 工事を清水建設株式会社に依頼し着工した。1959年7月23日、東コースの18ホールのゴルフ場が開場。その翌年、1960年7月9日、西コースの18ホールのゴルフ場が完成。同年7月10日、開場され、東西コースの36ホール規模のゴルフ場が完成した。当時は2グリーン前世紀で、 佐藤義一は36ホールを、高来芝一グリーンで作った。第一打は広いフェアウェイに、そこから小さな砲台グリーンに、グリーンを囲むバンカーはアリソンの広野型である。ゴルフ場は、急量コースで、東西両、コーストも特徴的で、東コースは、フェアウェイの幅も広く、距離も長く、伸び伸びとプレーできるコースで、西コースは、 距離的には短いが、自然を生かした起伏に飛んだ、フェアウェイ、バンカーも、効果的で難しい技術を要求するコースである。日本の女子プロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもある、2022年、第55回日本女子、プロゴルフ選手権大会の開催予定である。郵便番号6100121京都府。 乗用市寺田奥山市の46番地鉄道道路。ありがとうございます。